株式会社長電ホテルズは、長野県下高井郡山之内町に本社を置く、ホテル運営企業。長、電グループの参加企業であり、長野電鉄の完全子会社である。志賀高原の入り口、神林温泉にある、神林ホテル千住閣と、野沢温泉にある、野沢グランドホテルの2館を運営する。創業時から、沿線開発に、 積極的であった長野電鉄のホテル事業は、1928年に開業した、神林ホテル千住閣を最初に、最盛期には、滋賀高原、野沢温泉に4館を要し、長野電鉄ホテルチェーンを形成していた。これらのホテルは、時代の流れに合わせ、それぞれ子会社への移管や長野電鉄直営化を繰り返してきた。しかし、スキーブームの終焉による、 経営環境の悪化に伴い、2007年に奥志賀高原ホテルがグループ外に売却され、2010年に丸池観光ホテルが廃業するに至った。残る看板足ホテル千住閣は、子会社の超電、パークリゾートによって運営され、野沢グランドホテルは長野電鉄直営となっていたが、これらの運営業務を一元化するため、2017年に、 商電ホテルズが設立され、2館の運営を引き継いでいる。神林ホテル千従閣いずれも、政府登録国際観光旅館であり、露天風呂付客室とプールを持つ、温泉地のリゾートホテルである。ありがとうございます。